の日チューできますか。はい、皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとじゃんです。今日はこの間の動画でご紹介した私たちのチャンネル見てくれてる日本人のゆかちゃんとめぐりちゃんっていう2人に今日はインタビューをしてみたいと思います。多分今チャンネル見ていただいてる方の中で韓国の方がすごい多いと思うんですけど、きっと日本人女子とか日本人女性についてこう気になることとか質問してみたいなってことがたくさんあると思うんですね。なので今日はすんちゃんが代表していろいろ質問考えたので楽しんで見ていただけると嬉しいです。それではインタビュー場所に移動しますか。はい、せーの。なので今日はすんちゃんがちょっとこう日本人女性とか日本に関する質問を2人にしていきたいと思います。まあ、いろんなのを一応してもいいですか。答えが、はい、なんか通常の日本人女子の答えじゃないかもしれない。中女の、2人は中女じゃないんですか。異常みたいやっぱ変わってるって言われるから。変わってる変わってるちょっと嫌やな。変わってる。じゃあ まず2人は今日本で可能さ、楽しが見てる韓国の男子はどうか今聞いてみますね。例えば日本と男と韓国の男、うん、なんかちょっとこれは違うとかあります？じゃあまずゆかちゃん。はい、はい、いやすごい全員じゃないと思うんですけど、結構韓国の方がお母さんをすごく大事にする感じ、男子がすごい全面的に出すじゃないですか。日本の男子はお母さん大切に思ってると思うけど、その彼女の前でお母さんのこと大切にしてるみたいな感じを出さないで、マザコンって言われる、マザコンっていうちょっと悪いイメージに取られる、あの日本は。逆にオープンにしてるから、確かにそう、家族を大事にしてるっていう印象がすごいこういい印象、私はいい印象とか、具体的なイメージで、その人によると思うんですけど。でもそうだね。なんかたまに入れ墨入れてる人とかいますよ。お母さんに、お母さんの顔。ああ、いるそうなんだ。俺もいる。俺もいる俺もお母さんにいる。ちゃんと、お母ちゃんの見たい。ゆかそう忘れたら、こいつら京都の子やと思った。大阪でした。じゃあ、わかりました。めぐりちゃんはありきたりですけど、積極的なんか喋りたい人がやっぱり話しかけてきはるから、すごい LINE とかもすぐ教えてみたいな。あ、そういうこと。みたいな。だからそういうグイグイ行くタイプは嫌いですか。あ、まあ別に日本、韓国関係なくいいなって思う人は嬉しいです。確かに。だからシャイニーが来るか、スンちゃんが来るか。どっちも嬉しい。違う、スンちゃんがない。普通の俺の顔にしてる人が。え、いい人。確かにシャイニーですよね。確かに。じゃあ分かりました。で、積極的だけどそれがいいか分かんない。あ、でもきっかけには絶対なりますよ。確かに。なんか日本の男子やったら気になってるけどあんまり話しかけられへんとか積極的になれへんから、なるほどね。なんかなんとなく自分好きなんかな、どうなんかなみたいな。だから進展しにくいのはちょっと日本の男性が多いかなっていう感じで。なるほどですね。2個目いきますね。じゃあもし韓国に旅行来ました、ミョンゴンにいるって思って、今恋ショップ、今ミョンゴンの恋ショップだけど、なんか韓国の男は日本語あんま上手くないけど、なんか日本語勉強してんな。でそれを見てちょっと男がなんかずっとグイグイ見てさ、でちょっと日本語これ何ですかって聞いたら教えてくれる。でその次なんかちょっと友達になりませんかって言ったら友達になる。なるの。なる。本当。うん。だって。そう。日本人でも韓国人でも関係ないけど、なんかいい印象、雰囲気の人ってあるじゃないですか。多分。その人は変そうみたいな。ちょっと怪しそうみたいな。わかるやん。大丈夫そうとか、なんか自分の感みたいな。そういう雰囲気は大事ですね。すんちゃんみたいな。すんちゃんみたいな。いや、むしろ教えてほしい。ああ、韓国語教えてほしい。確かに絶対に韓国来る女子って韓国好きなんですよ。韓国好きやから絶対
にこう話しかけられて嬉しい。あ、すごい、やっぱりそうと思うよ。でもね、信じてくれないの。え、本当です。こうやって本当ね、ちんちゃよ、ちんちゃちょんまるいよ。あ、いい、かわいい、かわいい、かわいい。思ってない、思ってない。3個目ですね。3個目、韓国で、ミョンゴンで男を友達が見つけました。その日なのね、あって、うん、その日、すごい好きなの。その日、チューできますか。チューできますか。逆に、はい、その会った日、会った日にチューしたいと思ってるんですか。それは知らないよ。それは知らない。質問じゃん。できるかできないかって言うとね、俺に言ったらね、チューしたいやろ。それしたい。正直したい。正直。でもその人による、その人によると思う。なんか自分がすっごい大好きとかやったら、あるくないですか。多分ね、1ヶ月一緒にいても無理な人は無理やし、半日で全然いける人はいけるじゃないですか。なんかあります、そういう空気感とかフィーリングみたいな。フィーリング。じゃあゆかちゃんもいけます。だから人によって、だからちょっと大丈夫ですか、私の印象大丈夫ですか。あ、大丈夫と思いますよ。大丈夫と思います。結構おもろい感じ。心配なの今、今更。あと、めぐりちゃんはそんな人による。やっぱりそうだよ。ゆかは、うん、ほんまにいいと思ったら全然いいですよね。全然あり。それも国関係ないと思う。中は、確かに中は関係ない。梅干しになってる。梅干しじゃないよ。作るじゃない、肛門って言うよ。いつもね、俺の口コモンぐらいから、ちょっと甘いって言うし、チューしたら、あ、そうやろ、ほんと何でもって言うの、今コモンみたいって言ったらどうするんだろう。見せてきた。何を見せてきた。一応、三つ目は、なんか、初めて会ったその男にも、なんか、チューはいける。四つ目も、まあ、同じ質問だけど、大体ね、もし、男が付き合いたい、その日で、この男がすごい好きになって、もうあなたと付き合いたいって言って、その日もう帰るから、よく会って帰るから、もう付き合いたいって言ったらどうですか。どういう感じ。好きだったらいい。そうなの。でももうちょっと長く考えないと、なんかこの子はもう行くから、帰るし、何ヶ月1回しか会えないし、そういう人たちがいっぱいいるの。でも帰ってしまったら、逆にその時すごいいいっていう印象だったとしても、やっぱり会わなかった、その付き合うってなったら結構連絡も取りますけど、せっかくいい出会いやったけど、やっぱりお互いの日常に戻ってしまうと、なんかこう、ね。じゃあ、めぐりちゃんも、そう、まあ、そう思います。それかは、あの、だから一応付き合って、それをもっと続けた方がいいって感じですね。いいと思ったら、いいと思ったらね、全部急げ。もし、じゃあ